どうもかげやんです今日はですね、えー、2020年7月現在の、えー、僕の、えー、朝のルーティーンはということについて、えー、お話ししたいと思います。なぜねこの朝のルーティーンをこういうかというとですね、えー、動画に残しておこうかなと。 いうふうに思うんですね今のね2020年7月の時点の僕のですね朝のルーティンはこういうことをしてたっていうことを動画に残しておくとですね、えー、その後見返した時こういうことをしてたんやなとか、えー、自分のその後のね、えー、例えば1年後はまたいろいろどうなってるか分かんない ですけれどもその今の段階ではこういう状態というのをちょっと記録として残しておこうかなという気持ちになったんであのちょっとそれを残しておこうかなと思います。ということで今日の朝の今日のというか僕の朝のルーティーンですね仕事がある時の朝のルーティーンとしましてはです、ね、朝こう起きますよね起きてまずうがいをしますうがいをしてですね歯磨きをすると。で その後にですね、鼻うがいですす。ね。鼻鼻ううががいいをしまに関しては、えー、と水で普通にし食塩水とか使わず普,普通じゃないですけどそのブリタの浄水器、えー、を通した水で鼻うがいをするという形ですね。ほんで、えー、アファメーションですねちょっとこう自分でこう言ってることがあるんですけどもその言葉を発してですねほんで 頭を洗ってですねで、えー、リンゴ酢リンゴスに、えー、冷たい水を入れたコップそれを作りますで作って上へ持っていくとで、えー、筆文字ですね筆文字を書きますで筆文字を書いてそのあとに、えー、仕事場である、えー、施術室の、えー、掃除をします、えー、セッティングですね、えー、セッティング掃除などをいろいろさせていただいてですねほで、えー、自分の部屋に戻ってですね えーブ,ログえー、ブログを書きます。えー、あそれと瞑想ですね、えー。瞑想をします。瞑想を25分しますで、ブログを書きます。ほんで、えー、今、えー、執筆中の、えー、ノートですね。これは有,有料のノートになるんですけども、それを書きます。ほでそれが終わったらですね、えー、7時を超えている状態になるんで、えー、雨戸を開きます。雨戸というのは7時以降に僕は開けるようにしています。 7時以降であればその雨戸の音がですね、えー、そこまで迷惑にならないんじゃないかなということで、えー、7時以降に開けるようにしてますだから6時台で開けるということはないです、えー、僕の家族が下で開けてる場合があるんですけども、えー、それも、えー、僕はゆったりはしてますけどそこは、えー、家族の考え方なんで僕は強制しない状態にして僕は、えー、7時以降だから7時半以降ですねいつもだいたい時間で言うと7時半以降に、えー、雨戸を開けるそれで、えー、近所にはその音の迷惑 としては七時七時以降であれば一応範囲そのあ,あの許容範囲になるんじゃないかなということで七時以降にアマドを開けるようにしてます。それは僕の考え方ですね。僕はそういうふうに思ってるんでやってるとで家族にもそれをしろとは言わないです。それは家族の考え方があるんでそれまでは強制しないということで雨戸を開けてですねで下に行ってですねで雑巾がけをします階段や踊り場というか踊り場とかその廊下の 雑巾がけをします。で雑巾がけをした後はですね。えー、朝の朝朝食である。 りんご、人参、えー、生姜でオリーブオイルを垂らしたところに、えー、ミキサーに入れて、ですねそれを、えー、冷水を入れて、えー、5分間混ぜます。でその間にですね外に行って、えー、インスタグラムの写真ですね、えー、空の写真と,、えー、ときゅうり作りのねやってるところの写真で、きゅうり作りの水やりの動画の、えー、動画の動画撮影、えー、こういうことをしてですね。で、えー ヒゲ剃りですね。剃りをした後にです、ね、上へ上がって今この動画を撮ってるんですけどこの動画ですねこの動画を撮るという風な流れですねで下に行ってそのまま、えー、いろいろ動画,、えー、動画で編集っていうのはほとんどしないんですけども、えー、そういうことをした後にですね、えー、毎日のルーティンである、えー、筋トレですね筋トレっていうのはあまりそんなに 激ししくはしないんでですすけども体づくりですね自分の体づくり、えー、体の使い方であったりとか今であった背骨ですね、えー、背骨をこう動かす、えー、そういうエクササイズをねいろいろとこうまあ何種類もあるんですけどもいろんなことをやっていって関節の可動域を上げるような動きであったりとかそういうことをすることによってですね、えー、太りにくい、えー、痩せやすい体づくりをしていくということを、えー、していますで。それぐらいが終わって ただ、えー、オープンと えー、10時の、えー、お店のオープンという流れになります。ということで朝のルーティンはそこからもうお客さんに入っていくという形なんであとはちょっと仕事に入っていくということで今のところはそういうルーティーンでしていると、えー、2020年7月現在では僕はこういう形をしているとこれからどういう変化になっていくかというところですね一応これを記録に残していきたいと思いました。ということで今日は2020年7月現在の僕の朝のルーティーンはということで いうことについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。